と、合宿始まる前に、私は岩大出身の先輩、女性の先輩に声を見てもらってたんですよ、なんか。その時に空気を、って歌ってて、それで後ろの方を開けてもっと開けてって言われて、でそうすると空気は入るけど声に変わらなくて、大きい声が出せなかったんですよ、ね。どうしたらいいんだろう、分かんない、でもコンコンで歌わなきゃいけないみたいな感じで、結構模索してて、分かんないな、いや山梨合宿でどうにかしようって思ったんですけど、すごく本当に来て正解で、まずもうお坊さんのやつをやった時からこう声が芯っていうものが見えてきたっていうか、パーってして何も分かんなかった状態がこうちゃんと、ちくわの中にちゃんとチーズが入ったみたいな感じでしたね。はいはいはい、そう、そうなんです、だから初日に気づいた自分が結構低いところまで出るんだなっていうこととか、すごい出てたよね、そういうことも結構いい発見だったし、あとはちょっとこの実声から裏声の転換が分かんなくて今こういう声になっちゃったんですけど、そこら辺もちょっともう少し練習して、いいきっかけというか、ヒントをたくさんもらったので、結構数え切れないほどもらったので、それを帰ってからも自分でこううまく取り入れながら消化して、そのものにしていきたいなと思います、ありがとうございました。ありがとうございます。